アイバテレビをご覧の皆さん、こんばんは。川鍋セリナです。毎週金曜日のこの時間はお台場レインボーステーションの時間ですよ。イエーイ。さて、今週のメンバーは第17期シーサイドイメージガールの国田桐奈です。はい、今日もね、仲良しの2人で楽しくお届けしたいと思います。さて、それでは早速、ゆいなちゃん、本日のラインナップ元気よくお願いします。はい、午後8時5分頃から臨海地区で開催されるイベントを紹介するレインボーエクスプレス、シーサイドマルシェ、そしてシーサイドお台バトルと続きます。午後8時20分頃からウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週のウィークリーパーソナリティはザ・ボヘミアンズがお送りします。最後はエンターテインメント情報。今週は本日7月6日から公開の映画バトルオブザセクシーズと、明日7月7日から公開の映画エヴァの2作品をご紹介します。はい、ありがとうございました。今週も内容盛りだくさんでお届けします。皆さん最後までお付き合いください。それではここで本番に向けての意気込み、ゆいなちゃんお願いします。久しぶりなので楽しんでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではお台場レインボーステーションスタートです。お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、川鍋セリナです。第17期シーサイドイメージガールの国田桐奈です。はい、今週の放送なんですが、天候の不良により一部地域でお聞き苦しい点があると思います。ご了承ください。はい、ゆいなちゃん、はい、明日はなんと七夕ということで。そうなんですよ。なんかお姉ちゃんが七夕にちなんだ。そう、私の姉が本日誕生日迎えました。 おめでとうございます。そう、ではあのさっき天候のこともお伝えしたんですけど、うんうん、私の地元今福岡は、うん、本当川があの濁流状態ですごく溢れてて。そうね、ニュースで見た。そうなんですよ。会社勤めの子とかも早上がりさせてもらったとか、うん、結構多いですよ。だからちょっと心配ですね。そうですね。ですごく私あの周りの方はどうでもいいですけど、うん、私の姉の名前は七夕にちなんで、うん、ナナです。そのまんまだね。そうなんです。今日ねこちらにじゃーん、ゆいなちゃんが面白いもの持ってきてくれたんです。これキャンドゥさんから売ってる七夕キットみたいな、うん、後ほどね、かわいい、あのゲストの方にも書いても、うん、お願い事を書いてもらおうかなと。短冊もあるんだよね。そうそう、作ったので、うんうん、ちょっと今日はね変わってインテリアじゃないですけど、私たちも短冊を番組中に書いて、ね、最後にちょっと発表したいと思いますので、うん、皆さん後半も楽しみにしててくださいね。ではそれでは番組インフォメーションを元気よくゆいなちゃんお願いします。はい、お台場レインボーステーションは東京半蔵門にあります東京 FM ミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462 東京 03-6457-1462 へお送りください。そしてスタジオの様子をユーストリームでライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。はい、ゆいなちゃんありがとうございます。ではここで1曲お届けします。今週は七夕のテーマで選曲しました。
吹きで星が降る夜。はい、ゆいのちゃんはお姉ちゃんと仲いいの？仲いいと思います。あ、そうなんだ。ほぼ毎日 LINE してます。え、毎日？なんか2日ぐらい来なかったら、うんうん、なんかどうしたのみたいな連絡が来ます。生きてるのかなって。そうです。そんなに？そんぐらい。何個離れてるとかあるの？私の姉は今年で13離れてるから36になります。13離れてる。私なんか2個ぐらい上で仲いいのかと思った。13？ ほぼ。そうなんだ。私が5歳の時に姉が大学、うん、進学して、出てったから家を、うんうんうん、もうどちらかというと一人っ子みたいな感覚。あ、でも出来合いだね、うん、お姉ちゃんも可愛くてしょうがないだろうね。そうね。他の、うん、その年齢が近い多分兄弟の人とかよりは、うんうんうん、喧嘩は少ないとは思う。そうだよね。喧嘩の内容も言ったりしたら可愛いみたいに言われて、うん、絶対勝てないもんね、13歳のお姉ちゃんにね。そうかそうか。もうテレビのリモコンの取り合いぐらい、うん、お父さんとするやつじゃないのそれ。私お父さんとするんだよね、うん、なんか多分私の前の家は各一人ずつ大体テレビがあったから取り合いはあんまりなくて。すごい、テレビ大好きだったのね。そうそう、テレビ大好きだった。へー。だからそうリビングで見るときだけ取り合いする、うんうん、あー、うん、大きなので見たいからね。そうそうそう。そうなんだ。んな、え、ちょっとびっくりした。13歳上って言われると思ってなくて。 でも結構いるよ私の友達。本当に5とか上とか、うん、それこそやっぱ5人、私の高校の友達は5人兄弟とかで、うんうんうん、お兄さんが高校の時に自分が生まれたとか。あ、そうなんだ。意外といる、聞いたら。でもこれから社会に出たりしてさ、やっぱり先輩がいるとさ、そうね、心強いよね、いろいろ教えてもらえたり。就職活動の時とか、うん、なんかこれどう思うとかすぐ聞いたりとか、うんうん、そっか、うん、そういうのは楽だったかな。羨ましい。やっぱ長女だからね。そう、私長女なんですよ、うん、妹が5個下なので。そう、だ高校生、中学高校生だね。高校生か。そう、可愛いですよ。私が言うのもだけども、可愛い。そうだよね、うん、本当に。そう、妹も聞いてくれてるかな。頑張ります。お姉ちゃん。近日臨海地区で行われるイベントをご紹介します。7月8日虹の下水道館で夏にぴったり工作&ワークショップピカピカ花火を作ろうが開催です。同じく7月8日東京都水の科学館でランマ先生のエコ実験ショーが開催です。7月13日パナソニックセンター東京でモノクロで街撮り神楽坂編が開催です。気になるイベントがありましたら足を運んでみてくださいね。さて、続いてはこのコーナー。はい、始まりました、シーサイドマルシェ。このコーナーはシーサイドイメージガールが今流行っているものやハマっているアイテムなどをリスナーの皆さんにご紹介するコーナーです。今週もおすすめの商品を持ってきています。今回のテーマは浴衣です。夏になって浴衣を着る機会が増えましたよね。今回はそんな浴衣に関連したもので便利、おしゃれ、注目、おすすめ、そういうアイテムを持ってきました。ではゆうなちゃんから紹介してください。はい、私は全然おしゃれなものではないんですけど。これ何だと思いますか？絆創膏にしか見えない。まあね、長、まあわかるよ、このボケてる感じとかね。通気性良さそうだし。これは浴衣を着るときに帯の下にこう入れる前板って言います。で、いろいろ種類があるんですけど、これは、株式会社よそいの道さんから出ているもので、あのポリエチレンでできてるんですけれども、うんうんうん、これ裏返してみるとですね、ポケットがあるんですよ。本当だ。で、あのなんだろう、やっぱこう扇子とか内輪とか刺したいけど刺せない時とか多分あるじゃないですか。うん、だからここにちょっとこう隠して入れたりとか、あとハンカチ入れたりとか。そんなことできるの？意外とできます。なんか普通のちょっとまあお高い前板だと、やっぱ素材がいい分こういうポケットってなかなかないから、うん、見たことまあ、素材はもしかしたら他のよりはちょっとあれかもしれない。人によってはね。人によってはね。だけどこういう便利さは
あります。それいいね。でこれは1728円です。結構さ、なんだろう、焼き鳥とかさ、ご飯買っちゃったら手が塞がっちゃってさ、うん、そうなんだよね、なんかセンスとかどうしようってなるもんね。いい、やっぱ前板があるかないかだけで、うん、帯もすごく綺麗に見えるから、綺麗に見えるんだ。そう、一つやっぱあるのがいいかなと思います、うん、いいね、ちょっと見てみよう、はい、私も見てみてください。ありがとうございました、はい、フェリナちゃんはどんなの持ってきたんですか？はい、私は浴衣を着るときにお祭りに必ず持っていくこちらの、なんて言うんだろうね、かわいい、バッグ、うんうんうん、なんかチェーンがついてて肩からこうやってかけれるんですけど、これね、なかなか見ないね、普通の。そう、セブ島で買ったの。セブ島？セブ島にね、なんかちょっと日本っぽいよね、行った時にね、うん、そう、なんかおばちゃんがこれはセブ島のねココナッツからできてるんだよって言われたんだけどさ、嘘だよねこれ。嘘だよね、信じてあげて。ココナッツの何でできて、皮かな、なんか入ってるんだよね、まあ、関連してるんだよね。そう、ちょうどココナッツぐらいの大きさなんですよ、うん、確かに。でスマホとかちょっとした小銭を入れるのにちょうどよくて、うん、でマグネットになってるので片手で開け閉めができる、すごい優れもので、そのいっぱいいろんな色の糸で編んであるんですよ、カラフルで、だから何色の着物着ても合う。結構それはありがたいよね。そうそう、着物を邪魔しないでちょっと有効活用、小物入れられる、これお気に入りです、うん、まあ値段はね、あっち物価安いから300円くらいだったよね。でも300円にしてはお得だね。なかなか軽いんですよ、すごく、うん、どれくらい使ってるんですか？お祭り行くときはだいたい使ってるから。何年目ぐらい？3年目ぐらい、長い、結構長持ち、そう、可愛くて愛用してます。なかなかチェーンでこう浴衣に合うのってないよね。そう、ないんだよね、大体手下げが多いよね。そう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 、うん、そう、今年の夏もねこれを使ってみたいと思います。一緒にお祭り行きましょうね。はい、今回は浴衣をテーマに紹介しました。次回もお楽しみに。続いてはこのコーナー、始まりました、シーサイドお題バトル。このコーナーは毎回違うお題でシーサイドイメージガールにお台場のプレゼンバトルをしてもらうコーナーです。今回のお題は海の明かり祭り in お台場2018。7月15日16日にお台場海浜公園で開催されるこのイベントをプレゼンします。今日は2人ということでね、はい、お互いに聞いて採点し合いたいと思います、はい。それでは採点の3項目、5段階評価で判定しますね、はい。その3項目は、1、みんなに好かれる可愛らしさ、2、リスナーに伝える表現力、3、イメージガールとしてのお台場愛です。この3つをうまく入れてプレゼンしてくださいね。はい、いいですか？はい。では持ち時間は1人30秒です。はい、ではゆいなちゃんから。レッツバトル。いや、定番の川柳で行かせていただきます。はい、はい、お台場で海の安全、カラフルなペーパーランプでお祈りしよう。おまとめましたね。いいいいいい、いいかな、うん、なんかギュギュって要素が詰まってて、よかったです、ありがとうございます。安全ね、安全、そう、やっぱ海の安全をね、あのお祈りする祭りだから、そこはどうしても入れたかったんだけど、うんうん、やっぱね、五七五七七だから、うんうんうん、ね、文字数は私絶対守りたいという変な人だから、そうなんだ、そここだわりがあるのね。ちょっと8にしたりとか6にしたりとか絶対したくなくて、うんうんうん、だからでもね、そんなこと言いながらね、うん、今日8にしたな、うん、すごい後悔してる、これからに期待ですね、頑張ります。では次いいかな、うん、はい、じゃあ次はセリナちゃんいきますよ。はい、レッツバトル。はい、今週もねやってきましたよ、川鍋のあいうえお作文の時間ですね。今回難しかったんですよ。ほうほう、海明かりでいきます。はい、難しかったんだよ、聞いててね、うん、聞く。う、美しい光のページェント。み、みんなで参加できる5万個のペーパーランプ地上絵作り。あ、安全祈願から始まった。か、輝く7色のペーパーランプに感動。り、臨海地区最大級のお祭りに
ぜひ来てね。おカン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 、よかった、うん、よかった。結構ずっと今日考えてた。なかなか難しかった。そう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 、私とじゃあ真逆の人だね。妥協は許さないタイプだからさ。そうそう、結構難しかったけど、でも楽しいよね、うん、毎週こうやって考えるね。いろいろなイベントもね、うんうん、知ることができてね。そうだよね。では採点に移りましょうか。はい、で私からいくね、はい、ゆいなちゃん、可愛らしさ5点、はい、表現力4点、はい、お題は愛5点で14点です、はい、ありがとうございます。結構高得点だよね。ちょっとびっくりしたんだけど、うん、もっと低くてよかったよ。本当。うん、じゃあ行きますよ。はい、お願いします。セリナちゃん、可愛らしさ4点、イエイ、表現力5点、イエイ、お題倍5点の合計して、え待って14、そう。急に振らないで、数字苦手なの知ってんのにさ。あ、今日はなんと同点、ま、そう、仲良しなんですよね。妥協しちゃってるわけじゃないんですよ、たまたまね。14点、見てない見てない、そうだよね、うん、じゃあ仲良く今日は同点ということで、はいはい、ではこちらのイベントですね、私たちのプレゼンも参考になりましたかね。なったと思います。ではあかり祭り in お台場2018へ足を運んでみてはいかがでしょうか。さてこの後はウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週はザ・ボヘミアンズさんがお送りします。と先ほどもお伝えしましたが、と今日はですね、天候の不良により一部地域でお聞き苦しい点があると思います。ご了承ください。皆さんとはまた後半お会いしましょう。ここで1曲お聴きください。乃木坂46でシンクロニシティ。
はい、お台場レインボーステーションをお聞きの皆さん、ザ・ボヘミアンズの私ギタービートレオと平田パンダです。イエーイ、イエーイ、楽しいよ。僕らはね、ザ・ボヘミアンズというロックバンドのに所属してる人物なんですけど、うん、そうだ、今日は何ですか、 こちらの番組でもう全開で今度出る CD の宣伝をするという感じでしょうか。そうだ、まあ、慣れないことなんでね、一つ皆さんお手柔らかにという感じなんですけど、台本命みたいな僕らはねあれなんだけど、まあ僕らはどういう人たちかというと、山形県出身のね5人組のロックンロールをやってるバンドで、今は東京でやってるわけですね。どうですか、山形の魂見せてます。本当かよ。はい、俺たちを聞けば山形を感じると思います。そうですか、はい、山形出身の割にはなんかなまってないって話を俺らよく聞くんだよね。本当に、うん、嘘、なまってるかな、そんなバカな、まあ、そんな人たちなんだけど、なんで俺らは今日ここにいるかというと、7月25日、僕たちザ・ボヘミアンズ初のベストアルバム That is Rock and Roll Best of the Bohemians がリリースされます。ベスト、ベストオブザ・ボヘミアンズ、すごいよ、ベストってついてるから、つまりベストアルバムなんだろ。そういうことでしょうね。たまんないね。初めてだ ね、ボヘミアンズやっててよかったよ。ベスト出すくらいね、もう CD も出したってことだよね。そうそうそう、うん、オリジナルアルバム8枚あるからね。そうね、そう、宣伝資料見るとさ、うん、あのこんなあったっけと、そうね、こういわゆる僕らとか、ちっちゃーと思って、あのこういうラジオ局の人に配る用の、こういう、そう、見えるかな、企画版とかもあるからな。そう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 、こういうやつね、あるよ、細かいよ、この柄の T シャツ欲しいよね、なんつって、まあ、こんなに CD を出してるから、そうそうそう、ね、ちょっと入門編でね、そう、ベストアルバムを出そうと、ね、俺たちライブがかっこいいからさ、うん、ロックンロールバンドだからね。そうです、なんかね、見て、うん、CD 欲しいなって思ってもさ、うん、こんなあるとさ、うん、どれ買っていいか分かんないもんね。そうそう、そういうことね、うん、選べる、ね、選べないからね。間違ってね、一番おすすめじゃないアルバム買われても困るし、ね、それは違うんだよなって、まあ、ってことは順位はあるからね。そういうことですね。全部1位なんだけど、うん、あえてつけるならさ、最下位のやつも出てくるし、まあ、順番は出てきちゃうよね、どうしようと、そういうのも困るからさ、うん、なんかね、ベストワン作っとこうかっつってね。そういうことですね。そう、うん、そんな感じなんですけど、どうします、一曲聴いてもらうじゃん、もう。あ、そうか、早いかな、もう聴いてもらっちゃった方がいいんじゃないの、うん、じゃあ、うん、ね、はい、あれだね、うん、あのね、今回はね、うん、ベストアルバムつってもね、うん、レーベルが違うからね。そうです、そう、デリシャスレーベル買ってるからね、うん、ね、前のレーベルから出したやつはね、権利の関係で再録してるからね。撮りましたね。そうです、撮り直しました。そうなんです、グローイングアップバージョンというやつですね。グローイングアップバージョン、うん、成長バージョンっていうのが、そうです、上手くなったよね、もう。まあね、そう、そりゃそうだよね。そうですよ、昔が下手すぎたのかどっちなのかわかんないけど、そういうことです。そうだよ、うん、だからね、聴いてほしいんだよ、うん、ね、曲いいからね、もともといい曲、うん、歌が下手だったね。そうなの、まあ、別に今も下手だけど、なんかね、ちょっとは上手くなったなと思って。聴いてもらうよ、それを、うん、そう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 、じゃあ聴いてもらおう、かっこ一番かっこいいやつ聴いてもらおうか、うん、うんとね、じゃあね、これはファーストアルバムの2曲目で収録されてたやつですね、はい、ダーティーリバティーベイビープリーズってやつです。あ、そうかそうか、あ、そうだ、成長、曲がラジオで流れている間は、動画向けにね、動画アピールだ、イエーイ、楽しいぜ、イエイイエイ。じゃあ曲のあれしようか、実況っすか、実況。あ、今ドラムにギターが流れてます。いや、この間ね、サッカーを実況ラジオで聞いたら結構面白かったんだよ。あ、分かる分かる分かる。お、うん、ヘイって言った、バンドの音が始まった、うん、まずい、ドキドキする。あの、サッカーの実況とかってたまに間違えるのがいいよね、うん、選手の名前とか。でもさ、何が、あ、違いました、何なんとなく聞いてても、わーっていうので、なんか伝わるもんがあるじゃない。そうそう、うん、だからね、この間ね、たまたま、なんかの試合の時に、うん、ワールドカップの日本戦の、うん、J リーグだから、うん、
ブックオフになんかたまたま入ったらね、うん、それやっててさ、ブックオフから出れなくなっちゃった。それ聞いてるからなんか立ち読みとかもできないしさ、ね、そこで買ったのはね、CD 買っちゃった。ああ、その勢いで、そう、日本戦の勢いで。そう、いるからずっとなんかさ、うん、CD 選ぼうと思って、選びながら聴こうと思って。何買ったの？その時買ったのはね、あとね、あのザットドッグってわかる？あ、それの沢さんと言ってたやつ。そう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 、沢、あのピローズとかヌードルスとかがめっちゃ影響受けてる、はいはい、90年代のアメリカのね、うん、バンド、オルタナティブバンドかな。すげえポップなんだよ、オルタナだけど。90年代。うん、ザットドッグ、うん、なんかアップルミュージックとかで聴こうと思ったけどなかったね、はいはいはい、だからなんか あった500円でと思ったから、サードアルバム一番いいやつ、ポップのやつ、うんうん、それね聞いたらね、なんか今までなんで俺これ聞いてなかったんだろうってくらいね、もうマジピローズとかヌードルスのガチ、うん、もう源流じゃんってくらい良かった。じゃピローズヌードルス好きな人は必聴、うん、100% 好きだと思う俺。でも佐野さん公言言ってんです、好き好きだから、うん、トリーダーズがナンバーワンで、はいはい、うん、ザットドッグが2位くらいの話。沢尾さんはあれだな、あれだ、基本的に女性ボーカルが好きだよね、はい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 、オルタナの中でも、うんうんうん、そう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 、そう考えるとボヘミアンズはね、なんでね、そうだね、うん、女になろうか。女を感じるのかもしれない、うん、でもね、ボヘミアンズはね、ボーカル女の方がいいと思う。え、今までやった曲を女性が歌ってたらってこと？うんと、歌詞は違う方がいいけど、うん、なんかね、ボヘミアンズボーカル女だったらよかったなっては思うことはあるけど、ね、うん、でも俺が読むわけにはいかないので、まあね、ダメだよ。それはね、全く分からなくはない。うんうん、そうそう、女向き。シーナリンゴ的な感じというか、うん、曲の、シーナリンゴ的なというか、なんかそれは想像できなくはない、ね。そうそうそう、今流れてる曲の実況したことない。あ、もう終わるじゃん、終わらそうとしてんじゃん。俺聞いて楽しんでたけどね。あ、聞いてたんだね、うん、だビートルーの話してること何も聞いてなかったよ。聞いてなかったから、ね、うん、お、なんか最後のところに行ってる、みんなで歌ってる。あ、ほんとこのコード進行好きだね、俺は。ダッタラダーンダッタラララダーンってここね、みんな歌ってほしいよね。歌詞ないからさ、最後の誰でも歌えるじゃんね、こんなの、はい、あ、終わっちゃう。あ、ここは俺だからいいや。ダッタラダラダーン、ダッダラタンって ね、 ね、ここはね、楽しいぞ、はい、ライブ聴きたくなっただろうっつって。今聴いていただいた曲は、はい、ザ・ボヘミアンズで ダーティー・リバティ・ベイビー・プリーズでした。うん、最高、最高でしたね。死ぬかと思った、はい、感動してみて、はい、ドキドキして。今日はお台場レインボーステーションをお聴きの皆さんにザ・ボヘミアンズについてよりよく知っていただけるようにこんなコーナーを用意してもらいました。何？題してザ・ボヘミアンズに一問一答。なんてこと、誰だこれ、アイディアマン。よく考えるな、ね、こんなこと。信じられないぐらいの素晴らしいアイディアだね。だけはって感じでね。で、これは要するにいろんな質問があるのを選んで答えろと、うん、そう。それの選ぶのはここの机の上にまさになんか、それか、これ、ここですね。これを選んでランダムに。ああ、わかりますか。じゃあこれは責任重大だぞ。これどれとってもまあ質問はバラ、まあそれはそうだよね。じゃあこれちょうど5枚あるからさ、うん、どれをボヘミアンズのメンバーに見立てるかみたいな。ややこしいな、これしかカメラに映ってないから。はい、これが星川ドントレットミーダウンです。アホそうだな、はい、離れてる。これ本間ドミだね。これ千葉オラ、うん、でこれビートル、うん、これ僕イラタパンダ、うん、はい、どれにしますか。それは選ぶの俺なの、うん、じゃあ星選んどくか。星に例えられた髪を、大丈夫か、星川ドントレットミーダウンと名付けられた髪が開く質問。メンバーに一言、メンバーに一言、メンバーに一言、メンバーに、じゃあ星に一言、星に一言、なんて言うか、星に一言。一言じゃすまんねえな、星に対してってさ、なんか的確にこう一言っていつも言えないよね。あの人はね、なんつったらいいんだろうね、ちょっと難しいんだよね。そう、なんか伝わって、伝わらないからいけないの、星川ドントレットミーダウンという男は。この話分かってんのかなっていうことが多い、ね、そう。でもなんかね、勝手に怒るよね、うん、そして俺は間違ってないみたいな、ね、ああ、ね、まあそうね。じゃあ勝手に怒んないでくれと、うん、はい、怒んないでくれ、星川ドントレットミーダウン頼むから。じゃあ次、本間どういうの、うん、
ホンマドミノはね、どうしようかな、ホンマドミノという男に対しては。ホンマドミノはね、あのね、自分はなんか大雑把な人間だってことをなんか自覚しておく。自覚はきっと無理だから、あの、知ってほしい、情報として。要するに理解してないと、自分のことを。なんかね、君ものすごい大雑把だぜっていうことは覚えとけよ。あとなんかね、彼ね、一言じゃないね。あ、じゃあいいや。じゃあ次、千葉。なんかこれ不満を言うコーナー。そうなっちゃうね。だよね。一言にしとこう、じゃあ不満にしても。人がいい、ね、そいつが前にいないとさ、言うことって不満だもんね。まあ結局はね、その場にいないとね。千葉オラ、ドラムの千葉。千葉オラね、最高。最高。いいね。いつまでも生きてて。じゃあ愛してるよ。俺、ディートリオ。ディートリオ。うん、愛してる愛してる。同じやつね。じゃあ平田パンダに。平田パンダ。平田パンダ。自分で言ってもしょうがないから。言えばいいじゃん。ほら。言えばいいじゃん。言えばいいよ。言ってくれよ、あの言葉を。待ってる。グロイングアップバージョン。はい。なんでもない。でもね、これ何を言ってもダメなのはダメなんだけど。そんな、そうだから星川ドットレッドミーダウンのくじ引いたからいけない。そこのスタートが間違った。あ、そうか、あ、そうか、これ全部やった方がいいんだろうね。そうそうそう、そうだよね。じゃあ次はちゃんと堅実な人を選ばない。じゃあ次の質問の紙、平田パンダ選んでください。あ、堅実だから千葉オライリー選ぶよ。千葉オライリー選んだ。まあやっぱさすが千葉オライリーはね、いい質問だ。2018年上半期下半期やってみたいこと。下半期はやってみたいこと。ああ、そうだね。上半期はどうだった、うん、どうだったか。どうだったも、あんま覚えてねえな。まあ普通だよ。いつも通り楽しかったし、うん、今年はでもさ、あれじゃん、あれだって デリシャス出したのって。そう今年さ、これ12月に去年出て、年、ね、今年さ、あれじゃん、ツアースタートだったのよ。あれビートリョーが言うから。ビートリョーがなんか、俺は絶対冬にツアーして、なんか夏にレコーディングした方が絶対いいとかって。そういつもだいたいこう夏くらいに出すじゃん、はい、冬くらいに撮って、うん、だから言ったらない。雪だらけだったよね、今年のツアー。寒かったね。そう、なんかもうどうにもならんかった。次の会場つけない日くんあったよね。一歩間違えたらいけなかったみたいなあったよね。そうみんなお客さんもね、相当頑張ってきてくれたよね。厚着してこなきゃいけない人としたって。いや、もう冬にツアーはやらない。だから二度とやっちゃダメだね、うん、まあ普通に楽しかったよね、冬のツアーもね。だからその上半期はその印象があるんだよね、ツアーをやった印象というか。そう、ツアーから始まる1年っていうのは初だから、いいよ、まあ、それはそれで、うん、それでなんかまた、そしてこの夏にこのベストアルバムが出て、でも秋にね、集大してツアーみたいなことするから、うん、ね、なんかすごいね、まあ、ツアーを頑張るってことだよね、要するにね。ツアーばっかしてたいんだけどね、本当はね。本当はそれがいいよ。なんかある程度理由がないとさ、出してもらえないじゃない。俺はもう毎日ツアーに行きたいけど。クロマニオンズなんかめちゃくちゃやってるよ。そう、ね、僕たちあんなやっても誰も来ないから。かき集めてかき集めてツアーやってるからね。勝手にやっちゃうっていうのもいいけどね、うん、いいと思うけど。誰がその金払うんだってね、佐藤さんに怒られちゃう。怒られます。そう、じゃあもう次の質問いきます。それ誰の金。千葉くんかな、適当になってきたけど。俺はさっき選んだ千葉オライリーの髪。あ、そうだっけ。そう、これ、あ、俺だ。じゃあ俺が俺の髪を選びました。ビートリョの髪を取ったのね。各メンバーの特徴を一言で紹介すると。はい、欲しい。え、一つ、一言で紹介すると。欲しいはね、なんだろう、カバだね。バカ野郎だから、バカ、カバ。あ、じゃあカバね。千葉くんは動物で例えん。千葉くんはキリン、首投げから。あ、キリン超似てる。馬は馬。あ、馬似てる。平田パンダはパンダ、パンダだから、ビートリョーは俺は、ビートリョーはキツネ。キツネ、うん、あのね、キツネってね、うん、あの山形にさ、僕らの故郷山形に、うん、狐村ってあるの分かる？え、どこ？蔵王の山、山の中に。もうほんと車じゃないと絶対行けないとこなんだけど、うん、そこに狐だらけの公園っつうかなんかあんのよ、アミューズメントして。見に行けんだ、それ。そう、一回遠いよ、狐。蔵王？蔵王だっけ？蔵王じゃないかもしれないけど、まあ、山の方に、なんか山形にあんの、うん、あの狐ってね、あのね、犬と超似てんの。基本的に犬なんだけど、うん、なんかね、不良なの。キツネ、うん、ほう、キツネでもすっげえ可愛いの、犬とすんげえ似てるから。あ、でも君あれだか、あれだ、キツネなの。そう、だからそのなんか
犬と見せかけて、うん、なんか野生のなんかとんがりもなんか反抗的なパンクの感じもどっかあるみたいな感じがビートルヨーだな、キツネだなと思って。はあ、なるほどと言っていいのかどうか分かんないけど、いや、まあ、キツネを見てないから分かんないと思うけど、キツネだって、あれ君あるじゃん、犬とか興味ないじゃない。興味なくはなくはないけど、ヒヤタパンダほどじゃない。いや、僕もう本当に犬好きだからね、この人ね。犬は死ぬほど好きなんだけど、あの僕ん家にさ、昔あの君遊びに来てさ、昔な、大学の時うちのあのペスちゃんっていうあの柴犬が死ぬほど可愛かったの、うん、もうそれを見てね、うん、なんかね、こんなに可愛いって言葉を発しない人初めて会ったの。いるんだこの人間と思ってさ。俺が初めてだった。そう、みんな大体褒めるのに、そう、もうはぁはぁはぁってみんななるの。本当はもう腰砕けみたいな、なんだスーンです。見えないのかな、うちの犬。いや、まあ、そうだったね。犬がいたの覚えてる。そう。平田パンダの印象はね、あ、いい家だなという。アップライトのピアノなんか置いちゃったりなんかして。ブラーだからね、俺は。ブラーね。まあ、そう、確かにね、あったね。そうそうそう。あとから、なんかね、その、犬とか興味ないなって。まあ、出会ったばっかりだったからさ。うん、一応なんかこう、控えめに聞いてみたらさ、うん、全然な、何が可愛いのか分かんないみたいな。俺ね、今まで生きてきた中で一番ショックだった。あ、犬のこんな人間いるんだって。可愛さが分かんない。そう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 。うわーと。でも君猫アレルギーだからさ、あ、なんかちょっと分かるんだよ、それ害を受けてる人だから。うん、猫はね可愛いんだよね。猫は可愛いの逆に。うん、猫はふざけてみる。犬の方が可愛い。まあそう、いろいろありますね。これなんかもう全部言っちゃうかじゃあ。え？質問。これ誰？これは。あと誰のことなんか。これの本間くんですね。紙で言うと本間くん、うん、メンバーのちょめちょめが気になる、かっこ癖、持ち物、行動など、メンバーのこれが気になるという。てか大体ずっと同じ質問なようなな、そんな気はするね。これとね、じゃあ誰について話そうか。メンバーのメンバーの何が気になるかと言われるとね、まずやはり、気にならない。でもな、言えないな。気になってるほどのことはないんだわな。メンバーを気にしてないと。気には気になってるという感覚ないよね、メンバーに対して。いるもので、まあそうかもしれないね。そう、死んだら思うことがいっぱいあると思う、本当に。なんかこうやって言うほどのことはないってことかな。そうそう、なんか当たり前のようにいるから。そうだね、10年もいるからね。いちいち気にもしてないっていうかさ、死んだら思い出すよ。死んだら思い出すそうです。あれすっげー気になってたなとか。悲しい。じゃあもう最後の質問いっちゃうよ。これ平田パンダか。平田パンダが見てる。ライブで注目してもらいたいポイント。もう平田パンダだね。平田パンダ、まさに平田パンダ。平田パンダだけを見てくれ。ライブでは平田パンダに注目してください。そういうことですね。うん、僕がこうさ、煽りに行ってさ、うん、一切僕を見ない人いるじゃん。ビートルをずっと見てるとか、僕の股の間から千葉オライリーをずっと見てる人とかさ。あ、それ思ってるよりも気になるの。それみんなちょこっとだけだけど、ちょこっと気になってるぐらいだけど。あ、でも俺がファンの心理だ、うん、俺がファンだったら、ボーカルがそうステージと、あのステージ飛び降りていったりしたら、あ、今こそ見るチャンスだってのもあるかもしれないよ。ああ、僕がこっち、そう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 、でもひょいってね、うん、本当にね、邪魔みたいなこと人もいる。素振りはそこまでしないけど、うん、あのあるからね。じゃあ全員、まあ、そうなんだ、ボヘミアンズはね、みんなかっこいいわ、ね、全員平田パンダを見てくださいということですね。そう、平田パンダをなるべく見てください。なるべく見てください。セットで見てね、はい、千葉オライリーが好きな人も、ね、うん、なるべくセットで。そうですね、ガッ、千葉オライリーとボヘミアン、あの千葉オライリー、平田パンダ、平田パンダ、ビートル、同時に見てくれるのが一番いいじゃん。そう、そうですね。じゃあそんな俺たちのボヘミアンズの CD がね、さっきから言うように7月25日にベスト版が出ますけど、お、それどうよ。え、最高。さっきからその台本のいたずら書きのフェイセスとかがすげえ気になるんだけど。あ、これさっき聞いた7インチのステイウィズミーめっちゃかっこよくてさ、あれすげえよかったね。めちゃくちゃかっこいいね。あれもすげえよかった。いやー、ギター超かっこよく、ロットがさ、浮いてないっていうかさ、バンドの感じがすげえ。あれ、これギターと同じ声だ。そうフェイセスってね、歪み方がみんな一緒なの。そうそう、これ超ピアノとかロットの書かれてる感じとかも、そうあれがいいよね、うん、やっぱライブとかで見てやっぱロットのバックバンドみたいなとこあるけど、あのレコードで聴いたらね、もう
ュッギュッギュッって感じで、ギュッ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 、これ俺らしか思うね。そんな俺たちのリリースされる CD の話はまあね、これはもう聞いてもらうしかないけど、まあライブだね。うん、ライブに来て日向パンダを見てくれという話だけど。そうだ、いやもうそういうことでしょ、うん、要するにライブのスケジュールなんかじゃああれしますか、お知らせというか、ライブのスケジュールもういっちゃうの、うん、だってもう決まってますからね、このアルバムをテスト版を引っ提げての、え、もういっちゃうの、行っちゃっていいんじゃない、ダメ 8カ所ある、ダメあるわけだし、まあ、早い、いやツアーにもう行きたい俺は。あ、本当だ、ツアーに行きたい、ラジオの進行じゃなくて、まあ、ツアーにもう行きたいんで、 CD を出すツアー、要するにあれかな、うん、ツアー行きたいからね、まあそういうことだよね、本当それは演奏するためだね、 どの CD に関してもそうなんですよ、うん、いやでもこれほど、うん、ツアーの理由になるアルバムないからね、ベストアルバムだから。でそもそもこのベストアルバムの選曲の基準がね、平田パンで言ってたけど、要するにセットリストであると。そう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 、うん、なんかもうこんだけ曲があるとさ、うん、決めらんないからね、はいはい、いい曲ありすぎてさ、はいはい、だからもうやっぱりまあロックンロールバンドとしてはライブじゃないか、うん、そうですね、うん、CD には絶対収まんないっていうのが10年くらいやってて分かったじゃない。そうですね、うん、無理無理と思って、うんうん、だからそういう意味でこうなんだライブの最高のセットリスト、うん、現時点でのみたいな感じで、16曲選んだんだよ、ライブの流れで。じゃこれを聞いてくれば一番いいわけだね、うんうん、なんだろう雰囲気はつかめんじゃない、こういうライブをするんだなみたいな感じね、うんうん、最初の方がこう、うん、がっつりね完成度の高いポップスで攻めてきて、うん、そうね、後半から俺たち遅いじゃない、知り上がりじゃん、スロースターターですね、そうそうそう、スロースターター、知り上がりのやつらだから、うん、こう後半に、うん、本来のロックンロールバンドとしてのね、うん、曲をねガンガン送るんだよね、うん、どんどん加速していってね、うん、いつもね疲れてしょうがないよぜいぜい俺ステージはけてからのねくたびれようをねあそこまで見てほしい、本当に。まあそうだね、そう、そんくらい本気でサボってんじゃないです、まあそういうもんでしょ、ロックバンドを見るってことはね、うん、サボっちゃいけないから、まあそうだよね、客の方が疲れなきゃいけないという説があるからね、うん、そういうわけでそんなライブを、まあ、やるわけだけど、まあ、全国津々浦々全8カ所あって、これはでもやっぱ山形のね、あ、これでもいいんですよね、どこの話をしてもね、11月10日土曜山形ミュージック昭和セッションで最後なんだけど、我らの地元、うん、我らが地元、ここ来てほしいね、そう、他はね、うん、近いとこ来てくれればいい、うん、それぞれね、うん、今回のツアーはね、うん、全部やるつもりだからね、今までのアルバムの全箇所使って、おお、なるほど、そうそうそう、じゃあセットリストもちょっとセットリストもねかなり変えていくけど、でも別に一番近いところでいいよ、うん、まあボーイミアンズの曲見るならね、そうだね、だから山形、うん、山形です、ここはぜひ来てほしいと、僕たちの地元、はい、山形でライブをする、ワンマンライブをするということがどれだけすごいことか、まあ大変なことだよ ね、うん、日比谷野音を埋めるのと同じですからね、いや、ほんとほんと、ほんと地方を埋めるのはね、大体山形なんかね、うん、20人くらいだもんね人口はね、ウィキペディアで見たけど、もっと少ないよ今は。じゃあそんな山形の、出身ザ・ボヘミアンズの曲を最後に聴いてもらってお別れになります。帰りたくね、帰りたくないけど、じゃあ曲聴いてもらうか、仕方ないけど、うん、どうしますか曲は。じゃあね、今回の再録曲の中でね、うん、一番再録してよかったわって やつ聴いてもらおう、紹介してください。これは最高だ、最高のナンバーです、ボヘミアンズで恋はスインギンザレイン。本日この時間のお相手はザ・ボヘミアンズのビートリョウと平田パンダでした。ありがとうございました。ちょいちょい。
お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さて先ほども言ったのですが、今日は天候の不良により一部地域でお聞き苦しい点があると思います。ご了承ください。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週は私国滝ゆなが本日公開の映画バトルオブザセクシーズと明日公開の映画エヴァの2作品をご紹介します。まずはバトルオブザセクシーズからご紹介します。ちなみにセリナちゃん、はい、バトルオブザセクシーズってタイトルだけを聞いてどんな映画だと思った？セクシーズ、なんかセクシーなダンスバトル。あー素敵。でも違うんだな。違うんです。それでは早速ご紹介しますね。1973年男と女の時代を変えた熱い戦いが始まろうとしていました。それは全世界で9000万人の目を釘付けにした女子テニス世界チャンピオンのビリー・ジーン・キングと元男子チャンピオンのホビー・リッグスの戦いでした。当時男女平等を訴える運動があちこちで起こっていましたが、あくまで始まりに過ぎませんでした。そんな中、全米テニス協会が次期女子テニスの優勝賞金が男子の8分の1だという発表をしたことに対し、ビリー・ジーンは違和感を覚えました。抗議をしたビリー・ジーンはテニス協会を脱退し、仲間と共に女子テニス協会を立ち上げ、チケット販売や宣伝活動、さらに自分たちでスポンサーを探しました。資金もない状態でのスタートでしたが、そんな時に著名なジャーナリストで友人のグラディス・ヘルドマンがスポンサーを見つけ、すぐに女子だけの選手権の開催が決定。そんなビリー・ジーンに男性優位主義の代表として元男子チャンピオンのボビー・リックスが挑戦状を叩きつけました。一度は拒否したものの、彼女には全てをかけて戦わなければならない理由がありました。そしてその瞬間から世界中の男女を巻き込む途方もない戦いが始まりました。果たしてその結末は？ビリー・ジーン・キングを演じるのは大ヒット作ララランドで見事オスカーに輝いたエマ・ストーン。ボビー・リックスにはボックスキャッチャーでオスカーにノミネートされたスティーブ・カレル。オスカーに輝いた2人の圧巻の演技には必見です。監督はリトルミスサンシャインでアカデミー賞4部門にノミネートされたバレリー・ファリスとジョナサン・ディトン。最高に爽快で痛快なラストが真に自分らしくあるための勇気と希望をくれる感動の実話。映画バトルオブザセクシーズは本日7月6日より東宝シネマズシャンテほか全国ロードショーです。続いてはエヴァをご紹介します。ハドリー・チェイス原作の傑作サスペンスがついに映画化。早速ストーリーを簡単に。新進作家の美しい男ベルトランは盗作した作品をもとにパリで成功を収めます。当然2作目を期待されますが、思うようにペンは進まず出資者からは矢の催促が。そこで執筆のために婚約者の両親が持つアメリカアルプスの別荘に行きますが、そこには吹雪で立ち往生した2人の男女が窓ガラスを割り中でくつろいでいました。それを見て腹を立てたベルトランはバスタブに使っていた娼婦エヴァに文句を言おうと近寄りますが、一瞬で彼女に心を奪われてしまいます。自作の題材という理由でその後もエヴァに近づきますが、冷たくあしらわれ苛立ちを募らせていきます。一方ベルトランの婚約者はエヴァと彼の関係を疑い、彼の出資者までがエヴァに近づこうとします。そうして周囲の人々も巻き込み、ベルトランはますますエヴァに惹かれ、破滅と観音の道に突き進んでいきます。誘惑、罠、運命、嫉妬、観音、憎しみ、そして愛。果たしてエヴァの正体とは。魔性の女娼婦エヴァを演じるのはフランスを代表する演技派女優イザベル・ユペール。そしてエヴァによって落ちていく美しい作家ベルトランを繊細に演じたのはたかが世界の終わりのギャスパー・ウリエル。監督はマリー・アントワネットに別れを告げてなど数々の作品に携わり、2005年第58回カンヌ国際映画祭では審査員を務めるなど大活躍のブノワ・ジャコー。観音と誘惑、すべての男たちがこの女に狂わされる。
第68回ベルリン国際映画祭コンペティション部門にも選出された映画エヴァは7月7日よりヒューマントラスト有楽町ほか全国ロードショーです。以上エンターテインメントのコーナーでした。はい、ゆいなちゃんありがとうございました。さて番組もエンディングなのですが、ここでもう一度番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp、 メールアドレス ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462、 東京 03-6457-1462 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。はい、今日ね番組冒頭でもお伝えした七夕の短冊ですが、はい、今からささっと書きましょう、はい、ちょっとね時間がないんでね、はい、じゃじゃーん、わーすごい久しぶりに書いたな。本当、うん、なんかちっちゃい頃以来だな。え、嘘でしょ。え、結構書く？なんかイベントとかで置いてあったら結構書くかな。あ、そうなんだ、うん、去年も今年も、もう私今年は書いてます。えー、そっかそっか。そうなんですよ、なんかちっちゃい頃に戻ったみたいで楽しいな、うん、じゃあどっちから行く？じゃあ私からいい？はい、せーの、じゃーん、大好きなアンジャッシュの小島さんに会えますように。えー、なんで引いてるの？ちょっと意外だな思って。ちょっと後で話そう、うん、分かった。大好きなの。で、私は現実を見まして、うん、はい、体を壊さず怪我をしない。わー、いいですね。これが一番大事です。そうです、気をつけたいと思います、はい、じゃあね、これを1年ね。ではもう終わるか、はい、今週の相手は第17期シーサイドイメージガールの国竹優奈と、メインパーソナリティは川鍋セリナでした。それでは良い週末を。はい、結構駆け足になっちゃったんだけど ね。そう、私はね大好きなねアンジャッシュの小島さんに上京してから会いたいんだけど、うん、まだねすれ違えてないから。あ、すれ違いたいんだ。そう、まだ会えてないから今年こそは会いたい。なんかお笑いイベントに行こうとかないの？うん、街でね偶然会いたいの。難しい。それこだわりです。難しい、なかなか難しいよね。逆にさ、おばあちゃんみたいな目標じゃない？あ、そう、実はね、そう、体を壊さず1週間前に、うん、そう、大怪我をして。え、でもそう、だからね、怪我はやばいなと思って、ね、すごい説得力なんだけど。そうなんか内出血であのカバーされたからよかったんだけど、うん、そう、カバーできてんのかな。でもまだ今も治療してます。 痛くはないけど、あのスカートは履けないです、うんうん、ってぐらいあのふくらはぎ今やられてるから、うんうん、全部内出血状態。そう、だいぶね減ってきたの。これでもそれ頼まれて織姫と彦星結構困るから。どうしようもない、ね、ちょっとドジなところをね直したいなっていう意味もちょっと含んでます。ね、そうね、まあ、じゃあ今年は健康に1年、はい、お互い過ごしましょう ね。はい、年頭はどうですか？コメント？そうね、突っ込めなかったから。今日でも結構暖かい、ね。ちゃんと覚えてるよ。九州出身コンビだって。そう、覚えてくれてるの。ね、来週は東京で聞く予定です。おー、楽しみですね。楽しみ、みんな聞いてくれ、なんか、うん、ほら私たちのバトルを楽しんでくれたみたいで。良かったです。ね、皆さんからのコメントがあるとね。うん、そうね、楽しいですね。ますね。ではそろそろ締めようかな。はい。はい、今週の相手は。第17期シーサイドイメージガールの国竹優奈と、メインパーソナリティは川鍋セリナでした。それでは良い週末を。